ございます、にゃんこ連長さん。でもそちらは見せないでいただければ、すごいのは分かりましたから感謝してますから。ソニコ、ソニコ起きて、ソニコってば。おはようございます。あれ、私いつの間に大学に。何言ってんの、天地の飾り付けで昨日からみんなで泊まり込んでたんじゃない。さあ、あと1時間で大学祭の始まりだよ。親子で見るクジラの生態、短い期間でしたがよくまとまっていると思います。来場者が大勢いらっしゃるといいですね。はい、ありがとうございます。ところでソニコ君、起きてますか。はい、大丈夫です。展示会頑張ります。ただいまより第47回ムササカ祭開催いたします。わあ、お客さんがもうこんなにいっぱい。ソニコ、もう目は覚めた？はい、もう大丈夫です。ご迷惑をおかけしました。お昼前なのに結構お客さん入ってるよね。私たちの展示にもたくさんの人が来てくれるといいですね。だな。まあけど今日は平日だから、親子連れで子供たちが来るのは夕方じゃないかな。それまでは喫茶店で頑張ろう。はい。いらっしゃいませ、海洋喫茶海の家へようこそ。お席にご案内します。ご注文受けたまわりました。といえばどうしてメイド服なのでしょうか。展示でかかった費用を回収しないといけないからね。お客さん呼び込むためにはこのくらいの格好しないと。なるほど。あ、いらっしゃいませ。オーダーです。A 席トロピカルオーシャンにタートルドッグ、海藻サラダを2つお願いします。あいよ。ソニコちゃんなんか手慣れてるね。いつもおばあちゃんがやっているお店のお手伝いをしていますから。よしよし、盛況盛況。メイド服は偉大よね。あのお忙しい中大変申し訳ないのですが、後で少し抜けさせていただいてもいいでしょうか。大丈夫だけど、何か見たいものとか。はい、お世話になっている事務所の先輩さんがゲーム研究会さんのイベントに出場されることになっていまして、その応援をしたいんです。へー、グラビアモデルってこういうのもするんだ。ソニコちゃんもしたりするの？いやいや、私はあまり皆さんの前へ出て
撮影は、その、緊張してしまいますし。よし、こんな感じかな。ちょっと後半忙しくなっちゃうけど。ありがとうございます。頑張ります。部長さん、検温部の何かご用。ニコちゃん助けて。どうされたんですか。それがうちの部14時から体育館ステージでミニライブをやる予定だったんだけど、ギタリストがいきなり風邪ひいちゃって、このままじゃライブが。ニコちゃんお願い、ヘルプでギターやって。ライブが、でも私喫茶店のお仕事が。そこなんとか。ライブ、私ギター持ってるんでしょ。お店の方はまだ人数いるから大丈夫だよ。いいのですか。困った時はお互い様だしね。ありがとう。曲リストと譜面は即届けさせるわ。12時に音合わせするからよろしくお願いね。ソニコちゃん、ああ言っちゃったけど大丈夫。いえ、とんでもないです。ありがとうございました。その分午前中と夕方に頑張らせていただきますので。いた。あ、おはようございます。あれ、オオカちゃんは。ソニコちゃん。オオカちゃんが、オオカちゃんが。オオカちゃんが救急車で。そうなのよ。早めに大学に着いたから学祭を少し見物しようって言い出して、そしたらオオカちゃん、ホットドッグの早食い大会に勝手に出ちゃって、そのまま救急車で。ソニコちゃんお願いします、オオカちゃんの代わりにモデルのお仕事してくれませんか。こんなことで仕事に穴を開けたら会社の信用に。北村さんには私から話を通しておきますから、どうかどうかお願いします。仕事を調整しよっか。大丈夫、なんとかなるよ。申し訳ありません。つめつめだね。11時から撮影会、12時から音合わせ、13時から午後の撮影会、14時から軽音部のライブか。重なってはいませんし大丈夫です。頑張ります。まずは11時からのゲーム研究会さんの撮影会のお仕事です。お待たせしました、ゲームコスプレ撮影会ですぞ。今日のゲスト、グラミラモデルとして活躍中の在校生スーパーソニコちゃんに来ていただきましたぞ。皆様、本日はよろしくお願いいたします。それではマナーを守って撮影開始ですぞ。すみません、目線ください。次こっちにもお願いします。すいません、次決めポーズをお願いします。で、できたらセリフもお願いしたいんですが。決めポーズですか。これこれ、こういうのでお願いしますぞ。はい、わかりました。憎悪の空より来たりて、正しき怒りを胸に我らは魔王たち剣を取る。何時無垢なる刃デモンデーン。ニコちゃんかっこいい。ニコちゃんかわいいです。ヤス、これは一体何の出し物だ。コスプレも知らねえのか。これがクールジャペンってやつだよ。そうか、だから寒そうなんだな。ニコちゃんたら大忙しね。喫茶店でメイドさんだけじゃなかったんですね。コスプレするって教えてくれればもっと際どいドキドキ衣装も用意できたのに。すずちゃん、ニコちゃんミスムササカコンテストにも出場するんですよね。私頑張って応援しますからね。何のことでしょうか。
でもパンフレットに。でもこれはあれ、どうして？私がミスキャンパスコンテストにノミネートされているのですが、何かの間違いではないでしょうか？いえ、確かにノミネートされていますよ。そんな。ちょっと、ニコちゃん本人に許可取らずに勝手に出場ってどういうことよ？許可取ってますよ。一週間前にですが。もやもや。スーパーソニコさんですか？はい。大学祭実行委員です。実はミスキャンパスコンテストに出場していただきたく。はい、よろしいですか？はいはい、ありがとうございます。多少眠たげではありましたが、心よく承諾していただけたものと。ニコちゃん、申し訳ありませんでした。ちょ、なんです？困りますよ、勝手に。じゃあ本番は14時だからよろしくお願いね。はい、本当にすみませんでした。ニコちゃん、ギターのヘルプまで頼まれてたの？はい。でもミスコンはどうするんです？ソニコちゃん、午後の撮影会のお時間です。だいぶ疲弊してるわね。大丈夫でしょうか？ライブもコンテストも確か2時からです。私の腹時計だとあと50分30秒しかありません。無駄に正確すぎて悔しいけど、確かに何とかしてあげないとね。ありがとうございましたですぞ。撮影会はこれにて終了です。スーパーソニコさんに拍手を。食材が足りなくなっちゃったの。みんなで手分けして買ってくるから、ソニコも接客手伝って。失礼します。スーパーソニコさん、そろそろミスコンの準備を。ニッコちゃん、迎えに来たわよ。ソニコ、ニコちゃん、ソニコさん、ニコちゃん、ゲームのライブが、喫茶店が、ミスコンテストのお店が。はい、そこまでよ。スズちゃん、喫茶店もミスコンもライブも大丈夫です。ニコちゃんは必ずやり遂げます。とりあえず着替えますから、皆さんはそれぞれの現場に戻って待っていてください。でも大丈夫です。なぜならこの私が不死身スズだからです。スズちゃん、あんなこと言って大丈夫なんですか？もちろん、不死身すずといえばサク、サクといえばすずよ。いえ、全然わかんないですよ。まずニコちゃんはこのまま着替えたら検温部のライブに行ってきてちょうだい。だけどお店のお手伝いとコンテストは。大丈夫、さっきから絶対ダブルブッキングするって思ってたのよ。だからバイト先に頼んで大急ぎでこれを届けてもらったわ。それってニコちゃんのピンチは私たち第一宇宙速度のピンチ。3人で協力して切り抜けましょう。ありがとうございます。お待たせしました。オーダー入ります。はーい。ソニコちゃん、なんか雰囲気変わった？そんなことないでありますよ。とりあえずパワーワーですよ。
海洋バイオ学部スーパーソニコです。お待たせしました。軽音部のライブにようこそ。ぜひ楽しんでいてね。今日は特別にインディーズバンド第一宇宙速度からスーパーソニコちゃんをギターとしてお迎えしてお送りするわ。よろしくお願いいたします。それじゃあ早速最初の曲いくよ。それでは次の方、エントリーナンバー8番、海洋バイオ学部1年スーパーソニコさんです。本当は変装とかしなくてもいいのですが。あの、スーパーソニコさん。おお、はい、そのつもりです。そのつもりってなんと肉まんがありますよ。ああ、あれは審査員特別賞の商品で。食べないんですか？いや、ですから商品なんですよ。まずい、まずいまずい、また食材が切れちゃう。どうするの？もう人出ないよ。大丈夫よ。私に当てがあるわ。ソニコちゃん。はいはいはい、ゼッペリンです。食材ね、わかったわ。はいはい。お腹が空いてきました。それでは次はエントリーナンバー8番、スーパーソニコさん。肉まんで食べたいです。ダメですって。もうあげちゃいなよ。来た。お待たせ。おばあちゃんありがとう。食材持ってきてくれて助かったわ。何の衣装だい、すずちゃん。やだな、私はソニコですよ。ボワー。そうなのかい。そうなんですよ。とりゃそれではミスムササカコンテスト審査発表の前に、エントリーナンバー8番、スーパーソニコさんっぽい人、審査員特別賞に決定です。なんのなんの、愛しいニコちゃんのためだもの。私は肉まんがたくさんもらえたのでとても幸せです。まあ何はともあれ、これにてミッションコンプリート。実はお、コンプリートではなくて、まだ大切なものがあるんです。ちょ、ニコちゃん、まだあるんですか？来てくださった皆さんに、クジラさんが海でどのように生活しているかをお伝えしたいと思います。皆さん、クジラさんはお好きですか？はい。ありがとうございます。私もクジラさんが大好きです。ではまずはじめに、クジラさんがどうやって生まれてくるのかを説明していきますね。それではこちらの絵を見てください。Bye.
ソニコちゃん楽しそうじゃない。可愛かったんだよ。クールジャパンだからな、寒そうなんだよ。どうにか1日目は無事に終わりました。けど大学祭は3日間、明日も明後日もきっと大変よ。ニコちゃんですしね。そうね、またきっとあれこれと頼まれたり巻き込まれたり頑張っちゃうだろうから、私たちでフォローしてあげないと。もちろんです。ニコちゃんまた猫を拾ってきたんだ。お名前は決めたんですか？チャーシュー、メイ、ナルト、アジタマなので名前はライスにします。おお、美味しそう。次回ラーメンに半ライス。